皆様こんばんは。フジテレビアナウンサーの生田竜聖と申します。さて、木曜劇場スーパーリッチがいよいよ来週10月14日夜10時8分よりスタートいたします。本日は放送記念イベントとしまして、素敵なキャストの皆さんをお招きしてドラマの魅力を存分に語っていただこうと思います。このイベントはですね、フジテレビ公式 YouTube、 番組公式 Twitter、 番組公式 Instagram にて生配信でお届けしております。さあ、それではスーパーリッチキャストの皆様をご紹介いたします。江口のり子さん、赤楚衛二さん、町田啓太さん、古田新太さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、実はですね、今日ドラマ撮影の真っ最中ということで、撮影の合間を縫って皆さんにお越しいただきました。あの、現場の雰囲気がいい感じだというふうに伺ってますけど、江口さん。はい、とてもいいです皆さん、和やかな雰囲気でやられてるんですか。そうですね、さあですね、この皆様の役柄をですね、簡単にご紹介していこうと思います。まず江口さんが演じられるのが今作の主人公、電子書籍会社スリースターブックスの社長、氷河守。あることがきっかけで、まるでジェットコースターのように波乱の出来事が次々降りかかりますが、会社の仲間と共にがむしゃらに困難に立ち向かっていきます。そんな守の仲間であり、一緒に激流に飲み込まれていくのが、赤楚さん演じるスリースターブックスインターンの春野優、町田さん演じる守の秘書的存在宮村空、そして古田さん演じる電子書籍の編集長碇健二の3人ということなんですけれども、江口さん、このお三方の働きぶりというのはいかがですか。働きぶり、はい、働きぶり、はい、よく働いてくれてますよく働いてくれるということですけれども、実はですね、皆様にこの、あ、俺サングラスしてた。あ、え、いいじゃないですか。あ、それかけっぱにする予定じゃなかったんですかけておく、そんなキャラじゃないの本当ですか。あえてかと思ってました。違う違う、さっき本読んでた、これ老眼鏡だからそうなんです。そのまま来ちゃった。めちゃめちゃかっこいいじゃなかったんですね。びっくりした。サングラスで僕あのピースだと思ってました、はい、全然全然本当ですか、うん、ちょっと照明とか眩しいのかな。すんごい可愛い子ぶってたって改めて素顔の古田さんです。はい、お願いします。実はですね、事前に皆様宛ての質問をですね、ツイッターとインスタグラムで募集しまして、その募集の期間が7時間余りだったんですけれども、国内外から1140件ものコメントをいただきました。投稿いただきます。ありがとうございます。今日はですね、時間の許す限りその質問に答えていこうと思います。で、質問がですね、この前の箱に入っておりますので、お一人ずつ引いてもらって、そこに書かれた質問にお答えいただこうかなと思っております。では、まずは江口さん。あ、もう行くんですか。お願いします。そちらにアカウント名が書いてある、はい、ニックさんツイッターですね。で、私がアナログですけども探します、はい、ツイッターニックさん、ご質問、赤楚さんにご質問です、はい、予告で土下座をするシーンがありますが、はい、リュックがずり落ちたのは偶然ですか。そうだとしたら神がかっていると思いました。あれは段取りの時に、お願いしますってやったら、まあ、勢い余ってやっちゃって、その後ちょっと恥ずかしくて、そのテストとかからはやらなかったんです、はい、落ちないようにしてたんですけど、まあ、落ちた方がいいねってなって結局落とす形になりました。あ、そうなんですね。もともとは落とすという流れではなかった。予定ではなかったです、はい、でやっちゃったことに対してもちょっと恥ずかしいなって思ってたっていうのもあって、はい、それをあえて生かそうということになったんですね。生かすことになりました、監督の指示で。なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、どんどん参りましょう。続いて、赤楚さんに引いてもらいましょうかね。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、はい、ももちょこさんツイッター。ちなみにこのスーパーリッチということで札束風の、はいはい、ものになっておりますね。ももちょこさん、はい、ではご質問です。1億なんてポケットマネーでというセリフがありますが、皆さんが1億自由に使っていいよと言われたら何に使いますかという質問。ほう、1億あったら何に使うか。江口さん、どうですか。私は旅行かな。結構な
遠出ができるぞ。そうそう、だからもう飽きるまで、はい、その外国がいいんですけど住みたいなと思います。あ、うん、ファーストクラス乗ります？うん、乗るな、やっぱり。どのあたりがいいですか？古田さんどうすんの？古田さんどうすんの？俺は別荘買うね。あ、どこに？なるべく駅近の。駅近？駅近別荘か。駅近別荘。駅近の別荘。どのエリアがいいとかありますか？まあ、伊豆とかね、都心から近い、はい、電車で行って、電車降りて歩いてつける別荘。ああ、いいですね。いいです。駅前の総合レジャー施設とかがあるようなところ。かなり絞られますよね。持田さんどうですか？僕は、まあ、実家に温泉引きたいですね。実家に温泉、町田、実家どこなの？群馬県なんですよ。伊香保温泉とか、結構その温泉がすごい周りに多くて、頑張れば引けるんじゃないかなって。そうだね、はい、うん、だからいいそこあると、それこそまあ別荘代わりに。ああ、そうですね、はい、まあ、管理ちょっと親に任せないといけないって申し訳ない事態になりますけど、はい、温泉を引く、はい、で若さんですか？僕、なんだろう、ラーメン屋さんの店長。店長じゃないや、店長買う、店長買うの、店長買う、店長買う、ラーメン屋さんを作って店長になりたいですね。あ、はい、忙しいで、忙しいですかね。ほんでこの仕事もするんやろ。はい、お店を買うってこと？お店を、いや、作る、お店じゃなくて立つんですよね。はい、立てるってこと？犬木とかじゃなくて、はい、最初から建てるの？最初から。大変だぞ。大変ですかね。場所によるぞ、土地代とか考えて。じゃあやめます。やめます。ちょっとね、ラーメン屋さんやりながら俳優さんもやってって無理ですね。かなり厳しいと思いますけどね。じゃあどうしよう。どうしよう、何も考えてなかった。僕はでも車好きなので、ほう、1億だったら、うん、10台ぐらいいい車買いたいですね。10台、1000万ぐらいの車を10台買って眺めたいです。維持費が大変だぞ。そうですね。そうですよね。あと置く場所も大変ですよね。あ、そうですね。あ、じゃあそれもダメ。やめます。やめます。1台にしといたらいい。え？1台にしとく。あ、1台にします。うん、確かに。はい、そしたら、そうそう、そうですね。車庫代、車検代全部込み込みで。そうですね。1台で。1台にじゃあ1億円つぎ込むという。はい。しましょうか。ありがとうございます。では続いて、町田さん、お願いします。あ、はい。はい。行かせていただきます。はい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 、インスタグラムゆいかさんですかね。ありがとうございます。はい、では質問です。自分自身をスーパー〇〇と例えるならということです。スーパー〇〇と自分自身を例えるなら何ですかということなんですけれども、江口さんどうですか？何やろう、難しいな。難しいですよね、これね。難しいですね。スーパーリッチにかけた質問なんですけどね。あれにします。人から見た江口さんスーパーの、ね、あ, いい, あいいですね。それしましょうか。どうですか、江口さんは。あ、俺、江口さんが完全に油断してた、ね、遠くの方見てましたけどね。あ、もうでものりちゃんはスーパー女優でいいんじゃない。ありがとうございます。そうですね、もう完全に僕もそうだと思います。ありがとうございます。うん、もう安心して見てられますね、うん、ありがとうございます。本番が終わった後も始まった時もあまりわからない、うん、なんとなく終わっていく様っていうのは、うん、女優さんとしてすごくかっこいいなと思います。ありがとうございます。満場一致でスーパー女優ということですけど、そうですね、江口さん、ね、えありがとうございます。はい、右膝をポリポリかきながら。さあ続いて、じゃあ赤楚さんを例えるならスーパー〇〇。僕ですか、うん、なんだろう。じゃあ私が言ってあげようか。あ、お願いします。スーパー無邪気やな。無邪気、うん、です。無邪気、うんうん、すごい無邪気な人だなと思います。現場で何かを感じる場面ってありますか？だいたい口笛吹いてるし、うん、本番は終わった後すぐくしゃみばっかりしてるし、はい、だいたい機嫌がいいもんね、いつも。だいたい機嫌いいですね、うん、いいですね。もうそれは本当現場の皆さんが優しいから楽しくて、あ、はい、楽しんでるから口笛もできちゃうんですね。増えちゃいますね。しかもその口笛がね、ちょっと古い曲が、選曲が、選曲がね、古いね。古いですか？なんでなん？いや、わかんないです。なんでさっきリンドバーグ吹いてたぜ。うわ、懐かしいな。吹いてたろ？
いや、何ですかそれ。たまたま？え？たまたま、あれやってよ、あのチューリップやったっけ。いや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 、いやですいやですいやです。何ですか。いや、なんか、はい、リンドバーグ。僕あれです、あのジュディマリの。あ、じゃあジュディマリだったのか。そのつもりで、すいません。そのチューリップというのは、いや、たまたま出たんだと思うんですけど、はい、チューリップの口笛吹いてて、それがものすごいなんか暗いチューリップ。マイナーな。そうそう、マイナー。そんなこともできるんやと思って、はいはい、そしたら、まあ、たまたまそういう、たまたまそうなんですね、だったと思うんですけど、どんな雰囲気だったか聞かせてもらってもいいですか。いきます。みたいな。なんか出てきそうだよ、はい、楽しい時に出るものなんですよね。いや、そうですね。いや、本当に普通にチューリップをやりたかっただけです。ただ、なんか思ってる音と口笛の音が合ってなくて、そんなことになってしまいました。そう、現場でよく口を吹かれてると。口笛吹いてますね。うん、すごい陽気ですね。陽気ですよね。うんうん、町田さんは何に例えますか。スーパーまるまる。スーパー清らかな心じゃないですか。全然そんなことないです。いや、無邪気とまたちょっとこう似たような雰囲気ですけども、いや、うん、穏やかな方だなって思いますけど、僕はフォトジェニックだなと思ってます、ね、スーパーフォトジェニックいいですか。すごいですね。いや、なんかありがとうございます。町田はフォトジェニックだな思ってますね。めちゃめちゃ嬉しいですね。嬉しいですね。いいですね。嬉しいです。なんかどっかいろんなところで言ってきます。はい、自分で。若尾さんから見て、こう清らかだなというふうに思うんですか。思うのは、うん、あのスタジオのその入り口までの道っていうのがあって、そのスタジオ入ってからそのセットの入り口まで、はい、なんかちゃんと道があって、道じゃないとこを通れば近道できるんですよ。はいはい。で、僕とかは普通に近道しちゃっていくんですけど、はい、町田さん絶対道をきれいに通るっていうので、やっぱなんか素敵だなっていう話を江口さんとしてて、うん、その近道はなんか花が咲いてるとかそういうことでもない。畳なの。畳。そう、畳、はい、ちなみにそこでよく古田さんは寝てる。ベッドがあるんですよね。そうそうそう。ちょうど学生時代に過ごしてた下宿のようなね。懐かしい。そう、ちょっとエッチな気持ちになる。あ、そんな気持ちでいたんですね。うん、どういう。そこ通らないというか、なんかあるこだわりというか。いや、あの特になかったんですけど、はい、なんかそうですね。あの僕も家が畳とかあった家もあったんで、はい、なんかあんまりこう靴で踏むっていうのがちょっと慣れなかったのと、あとあのその近道じゃない方って通ると電球みたいなのがちょっとぶら下がってるんですね、うん、で結構低いところにあるから絶対ぶつかるんですよ、はい、それが悔しくて、あのぶつからないように絶対通ろうみたいな。電球に立ち向かってったってことですか。そうです。それで現場に入るって、なんかちょっと変なジンクスみたいなのができ始めて、でやってたんですけど、はい、ある日それで僕の前を赤楚くんが近道せずにそっちを行ったんですよ、はいはい、そしたらそこに見事パーンぶつけて、たまたま電球そしたらパッとついたんですよ。この人持ってるなって、やっぱり。めちゃくちゃ面白かったですね。めっちゃ笑いましたもん。電球ついたんですよ、頭をつけてパーって。思いついたんじゃない。そうですそうです。みたいな。本当になんかあのめちゃくちゃ面白かったですね。あれ面白くてちょっと、はい、っていうところですさあ、そして古田さんはどうですか。俺はそんなにみんなと喋ってないからな。まあ、自分ではスーパーパパになりたいと思ってるけどね。スーパーパパ、パパ、うん、全ての女性からパパって呼ばれたい。そういう意味の。そっちなんです。パパって飲み屋とかでパパとかってみんなに言われたい。男からは言われたくない。言われたくない。男でパパって言ったら殴る。じゃあ僕らダメですね。ということですよ。皆さんから見てどうですか。古田さんはすごく自由だなと思います、うん、自由、うん、自由っていうか、なんていうか、うん、あれなんか今日饒舌やなっていう時は、うん、お酒残ってたんですよ。はい、面白いです。
お酒が残ってる時もあるってこと。お酒残ってるの酔っ払ってる。消えてるまだまだ酔っ払ってる、まうん。そういう日もあるんです、ね。あるあるある。確かにそれは自由です。うん、そういう時に限って面白いことができたり。じゃあもうやめられないです、ね。はい。男性陣から見てどうですか。いやだからもうスーパー僕からあれですけど、やっぱスーパー役者って、うん、はい、もうイメージ的にもう完全にそれしかないですね。うん、はい。だってもう酔っ払った状態で僕そんなことできないですもん。いいの出る気がしないんだ。とんでもないですよ、やっぱそれ。すごい、はい。スーパー自由な役者でパパであるということですね。とはいえなんか前室でもなんかいろんなお話とかしてくださったりして、はい、うん、すごい楽しいです、うん。そうそう、遊びに来てるからね。すごいナチュラルな気持ちで現場に入ってるってことなんですね。さあ、ではそんな古田さんに一つ、はい、聞いてもらいましょう。お願いします。インスタグラムココアさんですね。インスタココアさん、はい、今までの撮影で古田さんのアドリブはありましたかという質問です。ないない。あ、1個あるじゃないですか。僕インした日なんですけど、うん、あの寝てるシーンでいびきちょっと遊びで入れたら使われちゃったみたいな。そうだっけ。はい、覚えてなくなんか特にそういうシーン、はい、寝てるシーンだったんですけど、うん、なんかちょっと遊びでいびき入れてみようみたいな流れで、はい、ガーガー言ってたら監督が面白いねってなって使われたっていうか、それでやってくださいってなって、あ、俺それは赤曽我だろ。いや、違います、違います。俺が、はい、俺がか。で、ボソッとあの余計なことするんじゃなかったって言ってました。やんなきゃいけなくなると嫌なんだよね。普段ですか、古田さん、アドリブは多い方なんですか。いや、そんなにですよね。だって早く帰りたい人なんだよ。余計なことしてもう一回とか言われるのが一番嫌なんだよ。他の皆さんと現場ではアドリブとかってありますか。ないです、うん、基本的にはアドリブの人いないよね、うん、いないですね、うん、なんかあの自由に あんまりなんかそこ台本上ないんですけど膨らませて喋ってくださいってあえてやってくださいみたいな、うん、回想シーンとかではちょっと会社とかであったんですけど戸次さんがそういうのすごく入れてくださってたイメージはありますけど、本当に台本上のどっかに何か差し込んでとかっていう方ってあんまりいらっしゃらない、うん、そうですね、うんうん、さあこれで一周回りましたけどもどんどんまだいけますかね。はい、まだいけます。では江口さん、はい、もう一度お願いします。はい、ツイッターラヒラヒさんですね。はい、古田新太さんに質問です。なんで俺らに続いてますね。一緒に飲むなら誰と飲みたいですかという質問です。なんでバイデンとかでもいいの。誰でも一緒に飲めるな。でも確かにそれはそうですよね。確かにそうそうだな。政治家さんとなら飲みたいな。本当はどう考えてるのかとか。バイデン、バイデン大統領と飲みたい。そうです。だからぶっちゃけそのトランプとどう違うのかとかっていう話を聞きたいですね。うん、面白そうじゃない。そうですね。あいつ面白そうだよね。あいつって友達なんですか。さあ古田さんへの質問は続いてますね。続いてでは赤曽さんに引いてもらいましょうね。はい、はい、ひなほなみさんですね。インスタグラムほなみさん、はい、撮影現場であった面白エピソードを教えてほしいです。これあるある質問だと思いますけど。そうですね。なんか思い浮かぶものありますか。面白エピソード、うーん、撮影時の今日もでも笑ってましたよね。なんか楽しい空気感ではあったかなと。今日いつも笑ってるやん。でも僕はいつもそうですね。僕以外でじゃあ編集部以外はみんな笑ってるよね。編集部は俺と流星君だからあんまり笑ってない。流星さんという、ね、役のことを、ね、はいはい、2人でやってますもんね。そうなんですよ。
あまり楽しいことが起きない。そうですね。なんかありますよ。かな。まあ、中村ゆりさんがそういった意味ではゲラですよね。うん、ゆりちゃんが、はいはい、ちょっと楽しんでますね。うんうん、楽しんでるというか、ゆりちゃん 自身がすごく楽しい人なんで、うんうん、周りにいるとみんな笑ってますね。うん、ほうほうほう、かなりムードメーカー的存在ではあるんですかね。うん、そうですね。ゲラなんだろう。うんねうん、ちょっと違うことが起きると笑っちゃう。すぐ笑う。今日でもあれ面白かったですね。山本くんが、はい、お芝居中にカメラを向くみたいな、別にその演出とかではなくパッてそのテストの時に向いて、それがめちゃくちゃ面白かったなって。カメラ目線だった。はい、面白かった。え、誰もいなかったですか。あんま違いませんでした。いたんだけど、見えてなくて、それ。ああ、そうそう、俺も見えてないんじゃないかな。あ、そうですか。みんな赤坂の方向いてたから、多分赤坂くんしか楽しめてない。ああ、そうですね。そう、僕だけでした。いや、全然だけ。ありがとうございます、共有していただきたい。ずっとつぼってたもんね。ずっとつぼってました。ありがとうございます。さあ、では町田さん、はい、お願いします。はい、いよ、はい、お、ツイッターピュアファンさん、ピュアファンさんですかね。はい、はい、いきます。海外のファンも見てると思います。日本語以外に知っている挨拶とかあったら教えてください。例えばアンニョンとか、アンニョンハセヨとか、ボンジュー。おー、先行ったもん勝ちだよ、こんなもん。先行ったもん勝ちだよ。あ、じゃあグーテンモルゲン。はい、うん、だんだん苦しくなるぞ。そうですね、そうですね。思いつく限り言ってみましょうか。ナマステ。ああ、いいですね。ラジャハオ。ああ、いいですね。何それ、どこ。中華圏ですね。はい、これ一周したけど、このまだまだ落とし前、この落とし前は流星どうする。すみません、もう一周行くと。スタッフからの指示がありました。もう一周、はい、ジャンボ。ジャンボ。何やろ。誰かがこれ負けるまでやりましょうか。ニーハオ。ニーハオ。うん、ハロー。ああ、ね、英語。サワディカ。タイ。この落とし前はどうですか。この辺にしておきましょうかね。はい、失礼いたしました。では、古田さん聞いてください。はい、お願いします。意外に入ってんな。そうなんですよ、結構ね。はい、ツイッター、オリオさんですかね。オリオさん、はい。共演者の意外な一面や驚いたことはありますか。意外な一面、はい、意外な一面。俺でもね、今回初めての人が多いから、はい、だから意外もへったくれもこう思ってたのにこうだったんだみたいなことはないから、はい、最初その前室って、そのスタジオの前の部屋に行った時に、はい、もうだから赤楚とか町田とか綺麗な男の子がバーッといて、で綺麗な女の子がバーッといて、のりちゃん見つけた瞬間にのりちゃんっつっていたー、仲間いたーみたいな。そしたらその後に戸次が入ってきて、おじさんいたー、おじさんいたー、綺麗な若者しかいなかったからドキドキしちゃう。そうですか、初めての方が多かったんですね。そうそう、そんなとこなかった。あった。私もやっぱり赤楚くんも町田くんも初めてやったから、はいはい、キラキラしてるから、何の話すればええんやろってやっぱり本当にそう思ってました。はい、古田さんいたらやっぱめっちゃ嬉しいし、私安心するし。でもこの2人は本当にお話ししやすいんですよ。うんうん、古田さんも最初、俺あんなキラキラした子らと何喋っていいか分からんわとかって言ってたんですけど、はい、意外にね、キラキラしてないんですよ。なんか心の中がキラキラしてないって言ったらあれかな。いやいや、なんかね、すごくね、気取ってないよね。そうそうそう、うん、2人とも気取ってもいいぐらいのフォトジェニックなの。めちゃめちゃ気取ればいいのに。お二方とも全然そんなことがないから、はいはい、だから一緒にいて楽しいし、うん、ありがとうございます、うん、はい、ということですけど、お二方はどうですか。逆にね、はい、僕はなんか緊張してたので、はい、めちゃくちゃ緊張してました。共演は初めましてですね。初めて、はい、皆さん初めてなんですね。それでいうと最初古田さん、やっぱりちょっと怖そうな雰囲気はあるなとは思いつつ、
あのピースの番宣でのそのピースの仕方がこうだった時にギャップでした、ね、一応ギャルに憧れてるからどういうイメージだったの逆に。やっぱ怖いんじゃないかな。怖いんか。古田さんなんかめちゃめちゃ怖いと思うな。あ、そう、はい、なんかちょっとこう喋りかけちゃいけないかなって変に思っちゃう感じあります、うんうんうん、やっぱり。思っちゃう感じありました最初、はい、子役いるとそういうオーラを出すね。あ、夜ラバ切るみたいな子供それを何の狙い。大人がみんな子供好きだと思ったら大間違いそうですか。でも怖い、優しい、怖いのか。のりちゃんはどう思ってた。江口さんは最初すごい無口な方なのかなって思ってたんですけど、うん、すごいお話好きで楽しいですね、うん、でもやっぱり人によりますよね、うん、この人やからいっぱい喋れるっていう人とか、ずっと長い時間過ごしててもこの人とあんまり喋らんとこっていうか、うん、人によると思う。あ、そうなんですか、うん、なんかやっぱ2人がすごく話しやすいし、うん、だからやと思う。嬉しいです ね、よかった、安心しました。未だに話しにくい人って誰。とつぎさんかな。とつぎさん。とつぎさんちょっとな、ようわからん受け答えがあったりするから、うん、チャレンジはしてるんですけど。ノリがね。うん、そうそうそう。変わってますよね。どっちなのかな今、うんうん、あなたの中でのパターンはみたいな。うんうんうん、これは別現場で一緒だったんだけど、ちょっとどうしていいかわからない。そうですよね。では続きまして、まあ、いきます。あ、そろそろお時間ということですね。はい、すみません。さあということで、今回ですね、あの YouTube、Twitter、Instagram 3つ生配信しているということで、うん、今ご覧いただいている皆様それぞれにですねスクショタイムを設けようかなと思います。何なのスクショって。あの画面をこう写真撮ってこう皆さんのこう写真を残す、はい、思い出に残すことです。はい、ではまずは YouTube カメラからお願いします。なんかポーズとかした方がいいですかね。ピースでギャルですね。ギャルポーズでしょ。はい、スクショタイムでございます。皆さんスクショして残してくださいね。はい、ありがとうございます。続きましてインスタグラムカメラですねパターンが変わりました。パターンあるな、やっぱり。あの決してこれスーパーリッチポーズではないですからね皆さんね。スーパーリッチってなんか新しいレトルトカレーみたいだよね新ドラマです。よろしいですかね。はい、ありがとうございます。続いてツイッターカメラあちらです、お願いしますまたパターン変わりました。スクショをお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあそれでは最後にですねドラマを楽しみにしている今ご覧の皆様に一言ずつメッセージを頂戴したいと思います。では古田さんからお願いします。今のところあの誰も喧嘩せずに楽しくやっております。その雰囲気が、画面から伝わると思っております。楽しくって大忙しのドラマなので十分にそこら辺楽しんでいただけたら幸いです。ありがとうございます。続いて町田さん。はい、そうですね、今回あのオリジナル、の脚本でオリジナル作品ということなので、あの全く先がわからないまま見ていただけるというのは僕もすごくどんな、反応していただけるのかなというのもすごく楽しみですし、まずはあの第1話初回、ぜひご覧ください。ありがとうございます。さあ続いて赤楚さんもお願いします。今回これを見てくださってありがとうございました。スーパーリッチはですね、本当に先ほどおっしゃられた通りにオリジナルストーリーで、でもなんて言うんですかね、木曜日の夜に放送なんですけど、まあ、金曜日一日頑張れるような作品にはなってるんじゃないかなって思いますので、ぜひ木曜の夜に見ていただいて金曜日頑張りましょう。ありがとうございます。前向きだないいですね、元気出ますね。さあそして江口さんお願いします。はい、やっぱり私たちあの働いてこう作ってるわけで、なんかまあ見てもらった方がいいと思うんですね。で1話より2話の方が、2話より3話、3話より4話っていう風になってると思うので、なので続けて見てもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。ありがとうございました。さあ
ただいまをもちまして本日の生配信イベントは終了とさせていただきます。ご覧いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。木曜夜見てください。